ですえー、この間、ね、九州北部、長崎とか佐世保う大雨が降ったということを、ね、お話しさせていただいたんですけども、のその後です、ねえー、九州南部でも記録的な大雨を降るということもありまして、さらにこう東海地方、静岡、愛知、長野県で,です、ねえー、さらにこう大雨が降るという,です、ね、こう被害になってしまいました。 えー、最,その最初、ね、佐世保市なんかでね、えー、記録的短時間大雨情報を3度発表されるので,ですね、えー、九州北部を中心にこう大雨が降ったんですけれども、えー、その後、ですね、それが九州南部に移りまして、えー、鹿児島県とか宮崎県などで大雨を降らせました。 でその後ですね、その雨雲が東海地方とかですね、近畿地方にこうかかってきまして、えー、東海地方などで,ですね、静岡県、愛知県、長野県ではですね、すでに、えー、雨量が平年の1ヶ月分に匹敵するような記録的な大雨になっています6月30日から7月の1日の朝にかけては西日本や東日本の太平洋を中心に大雨になっています えー、長野県の大鹿村大塚村はそうですね、えー、日本の中央構造線がある地域なんですけれども、えー、この大鹿村で1日に7月とは観測史上1位となります1時間に38.5ミ、mm、リメートルの激しい雨を観測しましたまた1日午前5時までの24時間雨量は愛知県の豊根村で331.5ミリに達しています この後も静岡県を中心に活発な雨雲がかかる予想となっております。午後には一旦雨が弱まりますが、夜遅くには再び線状の雨雲、いわゆる線状降水帯と呼ばれるですね、雨雲が東海地方や今度は関東地方にもかかってくる可能性があります。東日本の太平洋側では局地的に雷を伴った非常に激しい雨の降る恐れがあるとしてですね、気象庁は注意を呼びかけております。特に東海地方では降り始めからの総量が 600mm に達するところもあるとみられているためですね、土砂災害や低 低い土地の浸水、川の増水に厳重な警戒が必要となります2日、7月2日午前6時までに予想される降水量はいつでも多いところで東海地方で200ミリ関東甲信地方で220ミリとなっておりますこれまでに降ったお前でね本当に土砂災害低い土地の浸水や川の増水に本当に警戒が必要になってくるでしょう ということでね、えー、なってきております。まあ、これがね、本当になぜこうなってしまったのかというところなんですけども、これは日本海中部にあります、えー、低気圧と、そして梅雨前線のこれが影響なんですね、えー。この影響によりまして、東海地方ではですね、30日から4月1日にかきまして、大雨、局地的に記録的な大雨となったということなんですね。 えーまあね、大雨この時期の、ね、大雨というのは、ね、よく語り継がれることでして、えー、時期的に半月賞と呼ばれるんですけども、この半月賞の時期というのはこう大雨になりやすいというふうにこう言われているんですね。まさにその感じですね。た、は、だ、いえーまあまあ、あることなんですけども、まだちょっとね、えー、この投稿している日にちはです、ね、7月の1日になんですけども、 あこの4月1日現在においてはですね、まだ梅雨明けというのはちょっと遠いのかなという感じはいたします。ということでね、えー、本日はこのまずですね、東海地方でこう大雨が降り続けているということなんですね。ということでね、お、えー、話させていただきました。えー、この後もね、えー、梅雨に関しましてはもう少し、ね、長く続くというふうにこう見られていますからですね、ぜひえ注意していただきたいと思います。 えー、本日はご視聴いただきましてありがとうございました、えー、このようにですね、えー、これから天気に関する情報というものです、ね、をお伝えしていけれらなというふうにこう思っております本日はご視聴いただきましてありがとうございました、えー、また次回の動画もぜひご覧になっていってくださいそれでは失礼いたします